はい、こんにちは、まめと申します。今回はこちら七色夜奏曲七色ノクターンを実況させていただきたいと思います。はい、夢巫女子守歌や注文はゴリラだなの内伝さんの作品です。楽しみに待ってました。やっていきたいと思います。アルージちゃんとね、もう一人ね、カワユスショタがね、主人公みたいなんですよ。荒ぶってますね。ということで始めからいきます。待って、ゲーム説明があったよね。ゲーム説明読んでなかった、申し訳本ゲームをダウンロードしていただき誠にありがとうございます。こちらこそ本当にいつもありがとうございます。今回このゲームの紹介を担当するアルージを本編ではよろしくねと、可愛いアルージちゃん。それでは、それじゃあ早速本題に入るわ。このゲームは探索ビホラーアドベンチャーゲームです。10年に一度開かれる精霊祭、その祭りで選ばれた者の願いが叶うと言い伝えがある。選ばれた者の、はい、ピアノの演奏を頼まれて祭りにやってきた私はひょんなことから祭りの闇に触れてしまう。7つの異世界、7つの悪夢、7つの試練、探索したり、スニーキングしたり、隠れたり追いかけられたり、それはもういろいろな目に遭うわ。頑張ります。果たして私は祭りの悪夢を乗り越え、無事に平穏を取り戻すことができるのでしょうか、という感じの内容になってるみたいよ。難易度はそうね、難しそうな部分に入る前にセーブと選択肢を用意してるから割とサクサク進むと思うわ。プレイ時間は2時間から3時間くらいってところかしら。最初のマップで調べられる箇所がバカみたいに多いから、実況とかで全部声に出して読んだら1時間くらい飛ぶから注意しておきなさい。私はね、読んでいきたい次第でございますはい、ここは大丈夫そうですね。スキップ、メッセージスキップは左コントロール、OK です。習うより慣れろ、やってみんぞ。以上、アルージ様のゲーム紹介でした。本編ではちゃんと気合い入れて操作しなさいよね。ツンデレですさてさて、オープニングは飛ばしません。はぁ、このゲームにはちょっとだけホラーの表現が含まれております。ご了承の上プレイお願いします。注意はしたからね、あとは自己責任でよろしく。はい、ですよあ、めっちゃ綺麗。あるところに綺麗な花畑がありました。その花畑は長い年月手入れされてないにもかかわらず、まるでおとぎの世界に出てくるような素晴らしい花畑です。噛みます、毎度。ほんと綺麗。そんな綺麗な花畑ですが、地元の人は近づこうともしません。村を挙げて観光客を勧誘すればいいのに、誰も提案すらしないのです。頑強な柵で花畑周辺を囲んで、むしろ必死に隠しているような節さえ見受けられます。養分は人間の主体的な。しかしこれほど美しいものは隠そうとしても広まるのが、世の常でしたかなどこからか花畑の噂を聞きつけた一家が旅行に来ました。絵に描いたような幸せそうな家庭で、幼い少年と愛犬が楽しそうに戯れているのを遠目で夫婦が眺めています。少年と犬は初めて見る幻想的な花畑に夢中になりました。こんな美しい花畑で踊れたらさぞ気分がいいものでしょうね。柵を乗り越え、地元の人も近づこうとしない花畑に足を踏み入れていきます。そう、何も知らずに。大きな爆発音とともに両親の顔色を変えるまでそう長い時間はかかりませんでした。地雷的な、一体何が起こったというのでしょう。うわー、両親が駆けつけたそこには半身を失った犬の姿と、それを見て怯え切った息子がいました。犬が踏んだの？そう、地元の人が誰も花畑に近づかなかった理由は、そこに大量の地雷が埋まっていることを知っていたからなのです。少年は目の前の光景に恐怖を覚えました。なぜ愛犬が死んだのか理解できません。恐怖の対象は花畑の花へと切り替わります。赤い花が怖いフラビーかな怒れる。オレンジ色の花が怖い。怖いわ。ゴリラの顔がちょっと。黄色の花が怖い。もうさすがナイデンさん。めっちゃ気持ち悪い。これ。緑の花が怖い。めっちゃ怖い。
水色の花一番嫌だ。怖い。あ、もう嫌だ。紫の花が怖い。紫般若じゃん。その日以来少年は色が見えてないことにしました。あの花畑の惨状が脳内にこびりついて離れません。どんな色を見ても花畑のあの、情景を蘇らせてしまいます。だからもう二度と思い出さないように色を捨てたのです。いつしか見えない振りは本物となり、少年は安息を得ました。白と黒の落ち着いた世界で彼は何にも怯えず生きていきます。それは、これはそんな彼と一人の少女が体験する七つの悪夢の物語です。七つの世界かな、今のが。2000XX 年秋、教会、精霊祭昼の部終了後と。昼の部のピアノの演奏、ご苦労様でした。おかげで精霊祭も大いに盛り上がりを見せています。10年に一度の神聖なお祭りにこのような大役を仰せつかり、誠に光栄です。微力ではございますが、お役に立てたようで何よりです。危ない、私噛みそう。さすがはアレイジさんです。観客の皆さんにも満足そうな表情を浮かぶけが本当に本当に申し訳ない。中には涙を浮かべているマダブもいましたよ。アレイジさんの演奏は心を揺さぶる力を持っています。褒めすぎ禁止。上には上がいる。あいつを超えるにはまだまだよ。マリンちゃんかな。何はともあれ素晴らしい演奏でした。夕方の部も期待してます。はい、こちらこそ夕方の部もよろしくお願いします。それじゃあリリー、夕方の部まで時間があるから軽く祭りの様子を見て回ろうかしら。はい、大賛成です。適当にブラブラしよう。これさ、もしかして椅子にさ、あーりも一緒ね。っていうことは、じゃあ端から見ていきたいかな。とりあえずじゃあ主人公の紹介をさせていただきます。アルージちゃん、中学生の14歳女の子。ピアノの演奏で苦手なことはマラソン。将来の夢はプロピアニスト。芯の強い元気なお嬢様。今は活発な性格をしているが、5年前は人形遊びに夢中すぎて引きこもられたという過去を持つ。危ない危ない。アルージちゃんが出てきたのは赤姫コンチェルトだったかな。はいですね。はてさて、こんな少女が一体どんな目に遭うのやらね。では、あ、リリーちゃんの紹介はなかったんですね。あ、シフトキーで了解しました。ということでセーブをします。よし、これで OK ですね。じゃあ端から見ていきたいかな。あ、そっか、じゃあおまけでこの椅子は見ていきますか。じゃあ今回もまあストーリーを進めていきますか。お、さっきピアノを弾いてたお嬢ちゃんじゃな。いやー、若いのに見事なもんだった。うちの娘もお嬢ちゃんくらいしっかりしていればいいんだけどな。はっはっはー。ということでね、ほんとね、この教官いつ見てもすっごい綺麗なんですね。ステンドグラスが、しかもめっちゃでかいですよね、この窓。いやー、本当にこんな景色を見てみたい。ねえねえ、見て、このステンドグラスすっごい綺麗だよ。色がいっぱいで見てるだけで幸せになりますよね。ちょうどステンドグラスの話をしてたら、その話を持って、地下があるんですが見つけてしまったよ。猫入り込んでるよ。猫のような、すごいちょっとまるまる太っていらっしゃいますね。シースターン。天候にも恵まれて、人々の顔には笑顔も満ちていて、今日という日がとても幸せに感じられます。アーメン。はい、笑顔の素敵なシスターでございました。はい、さてさて、お掃除して夕方の部に備えますかね。ここの村の人たちはみんなマナーが悪いから、ゴミなんてじっとも、あー、マナーがいいからだった。記憶をすり替えられてしまってた。はい、猫ちゃんに話しかけましょう。
そこそこいい音楽だったよ。やるじゃない。上から目線の猫ちゃんでしたね。これ何回か話しかけるとですよね。猫だって音楽のよしあしくらいはわかるもんだぞ。さて、昼夕方の部までゴロゴロするかな。ピロシキ、まだ何かご用ですよね。じゃあまだ、まあこれは最後に見ていきたいと思います。残念無念、また来週ということで、じゃあ進んでいきましょう。で、ね、あの椅子のね、あの豆知識はあのおまけ編で出していきたいかなと思います。はい、サクッとね、サクッとね、話しかけていきますよ。今日はとてもいい風の吹く日ですわね。精霊様のご加護を受けてるみたいと。今回も街の雰囲気が日本風な屋台が出てるよ。今日という日を迎えられたことを神様と精霊様に感謝しなくちゃ。精霊様って出てくるよね。あ、待って、私地下行きたいんだった。いい村じゃよ、ここは。人々の表情を見ればわかると。ちょっと待って、地下行っていいですか。ここら辺話しかけたらね。50年前の精霊祭のことを思い出しますわね。この指輪も古ぼけてしまうほどに時が経ちましたが、あの時に彼からもらった思い出のいっぱい詰まったゆこの最高の指輪ですよ。結婚指輪かな、おじいちゃん。おほう、わしにとってはこれが8回目の精霊祭じゃわい。おいてますます盛ん。え、おいてますます盛ん。家族の仲間もよし。もが多かった。これも精霊様の、神様ってより精霊様のなんか方がこの村では上って感じがするんだが。あ、なんだなんだ。あ、ここにもね、豆知識が詰まってるんですね。これもじゃあね、あのおまけ編で見ていきます。人の子よ、知識とは一生の宝だ。本を読んでおけ。本ですね、ラノベとかしか読んでない。知識になるような本ってあんまり読んだらね、すぐ睡魔が来ちゃうんですよね。本当にダメな子です。お祭り、わーいわーい、楽しいですよね、お祭り。来年こそは浴衣を着てお祭りに行きたいでございます。屋台のたこ焼き屋だと、侮ったらいけないよ。金だこよりうまいたこ焼きを目指して苦節10年。どこに出しても恥ずかしくない自慢のこのたこ焼き、さあ、あんたもお上がりよ。食べたい、めっちゃ。なんかね、どこのたこ焼きだったかな、なんかね、なんだろう、ソースじゃなくてさ、なんかね、汁物になってて、それにつけて食べるたこ焼きがめっちゃ美味しいんですよね。どこのたこ焼きか忘れたけど。はいはい、よってよって、みんな大好き金魚すくいだよ。上下へとぷかぷかと金魚度胸で生きてゆく演歌かな。私ね、子供の頃なんかね、生き物をね、飼うことをなんかね、なんか許されなくてね、金魚すくいもしたことがないんですよ。ね、今なら飼えるからね、ちゃんと育てるから金魚すくいたいです。いつもより多く回っております。目が回らないのかな、こっちもね、目が回らない。みんなね、みんな事故ってますよ、これ。玉突き事故起こしてますよ。なんか変なのに追いかけられている。生放送で放送してるカメラに映って変顔するの好き。放送事故です、それは。次に話しかけたい、幼女。幼女に話しかけたい。無理。祭りの雰囲気ってなんかいいよな。悪ふざけしても許される気がしてさ。一番後ろにいる、一番後ろにいるお姉ちゃんをストーキングして。あれ？あれ？待って、おじいちゃんに話してないのか。おじいちゃんに話してない。え？ここだ。ここで、ここです。無理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 。若い者に混じって味ぐのもたまにの。はい、ということでいきたいと思います。おばあちゃん、おほう、お主この村のものではないの。どれ、精霊さんについてはどの程度しておるかな。むむむ、何も知らないという顔をしておるな。ならば詳しく話して死んぜよ。初見の方は真剣に聞くことをお勧めします。じゃあ真剣に聞きます。今昔竹取の沖田というものって出てきそう。この村にとある旅人が訪れた。容姿はみすぼらしく、片目はつぶれ、声はダミ声で、どこをとっても醜いという形容のしようのない老婆だった。まるで美女と野獣を彷彿とさせる。
どうか一晩だけでも寝床を貸してはいただけませんでしょうか。馬小屋でも構いません。この恩義に報いられるものを、何一つ持ち合わせていないのは心苦しいことですが、どうか憐憫の情で私を救いください。いきなりの来訪者に、村人たちは戸惑ったが、それでも困った時はお互い様だと言い、旅人が満足いくまで村に泊め、世話もしてあげた。そして一週間が経った頃、老婆はみんなを集めて打ち明けた。私は審判の精霊、あなたたちの行動を確かに見届けました。この村には千年先の、平穏と十年に一度の奇跡を授けましょう。その綺麗な心を代々受け継がせるのですよ。そう言って老婆は天へと飛び立っていったそうな。以来この村では10年に一度精霊様への感謝の気持ちを忘れないためにこの精霊祭を開くようになったのさ。教えていただきありがとうございます。無償の優しさが報われる綺麗なお話ですね。おかげさまで、リリーちゃん風邪かな。この森のことが森じゃなかった祭りのことが一層好きになれそうです。おほほ、礼には及ばん。若い者と話せただけでも満足じゃ。ちなみに精霊様がもたらす奇跡とは一体どういうものなのですか。そうさの、10年前に体験した人の、人に直接話が聞くがれるかと言っていい。直接体験したことですか。うむ。あ、シスター、さっき話してたこの人です。美人なシスターですね。彼女の人生のな、人生もなかなか波乱万丈での、今こうして平穏無事に過ごせているのもその奇跡のおかげと言っても過言ではない。はあ、奇跡に興味があるならば一度話を聞いてみるのも良いじゃろう。なんせ次の奇跡に選ばれるのはお主かもしれないからの。ぼあ、あ、なるほど。わーい、射的屋さん、これもやったことないんだ。射的のコツは景品に対して低い位置に体勢を取り、右上スレスレの部分を狙うのがコツさ。ゲームセンターの UFO キャッチャーと違って実力がものを言う世界だから慣れれば取り放題だぜ。マジか。私でもね、基本どのゲームもめちゃくちゃ下手くそなんですよね。でもやってみたい、来年こそはって言ってみる。ふわーっとしたわたあめはいかがですか。雲みたいにふわふわですよ。わたあめは必ず買う。あとリンゴ飴は必ず買う。これ藤棚じゃん、めっちゃ綺麗。こんなことになってたんだ。こっちはこの先、精霊の泉精霊祭中は立ち入り禁止。でも入ることにもしかしたらなるかもしれませんね。ということでシスターに話を聞きましょう。美人シスター、セーブしとこう。よし。ね、ほんと、あれ、こんな人いたっけ。取り込み中みたい。話を聞いてみたかったけどなんだか長引きそうね。とりあえずまた表をブラブラしようかな。どんな話か聞けないかしら。ダメですね。相引きかな、相引きかな。あ、なんかイベントが起こりそう。あ、色盲の少年じゃん。その過去の事件のトラウマによりあなたは色を失ったと。僕は望んで色を失った。おかげでこうして平和な毎日を過ごしている。一生このままでいいと思ってる。でも両親は違う。目の手術を受けさせられることになったんだ。一体何をどう手術するのやら。僕の心が変わらない限り手術は成功するはずがない。それほど裕福な家じゃないのに、お金の無駄だ。ここへも手術の成功を祈るために向かわされた。ここまでしてくれる両親の愛は理解してる。だからそれを裏切る結果になることを、なることを心苦しく思う。話を聞いてくれてありがとうシスター。心が軽くなったよ。それじゃあ。待って、まだ何か。どうか帰る前に精霊の泉にシスター噛んだよ。泉に立ち寄ってください。なぜ。あなたの身に奇跡が舞い降りる可能性が高いからです。トラウマを持つあなただからこそ。場所は。この教会から、北東右上にあります。立ち入り禁止の看板がありますが、無視してください。私が許可します。了解。
精霊の泉にお迎え状、あ、少年の話かな主人公の紹介をさせていただきます。四季、中学生の13歳、いい初太だ音楽鑑賞、好きなこと、苦手なことは他人と話すこと、将来の夢、そんなものはない泣けちゃうよ地雷による愛犬の死から色を失った少年、すべてから、興味をなくし、性への執着もない。何とかしようとしてくれる両親の愛情を感じる一方、すべてが無駄だと思っている。はてさて、こんな少年が一体どんな目に遭うのやらね、地雷よりさらにトラウマが増えますよ。行きましょう。四季様、あ、アルージちゃんとリリーちゃんじゃん。このかき氷本当に美味しいわよ。プルハワイ最高。舌がね、青になることは気にしないわ。かき氷は舌の色が変わっちゃいますよ。私はレモン味が好きです。確かにレモンじゃそこまで変わりそうにないな。私は断然いちご味。この先が精霊の泉か。行ったところで何があるわけでもないだろうに。少し時間を潰したら帰ろうか。ほいっと。あ、なんか落ちたよ。落としましたよ。アレジちゃんが見つけちゃうんだね。これなんかあそこの少年が落としたの。行ってくる。ピョーンって感じかな。あ、うわー、これカラフルで見たい。アルージちゃん視点で見れるのかな。大きな木が見える。あ、看板にぶつかってたここは精霊の泉、感謝の気持ちを忘れずに。アーメン。超綺麗なんだけど、え、これ本当フルカラーで見たら超綺麗そう。大きな木、それくらいしか感想は思い浮かばない。こういう泉には金の斧と銀の斧の問いかけをしてくる女神でも住んでいそうだな。そんなのが出てきても僕にはどっちがどっちの斧か見分けがつかないだろうが。あ、そうだよね。奇跡、もしもそんなものがあるなら僕は一体何を願うのだろう。心の底から、そこからもう一度。たい、何？くだらないな。その望み、叶える機会を与えましょう。あ、すごい、めっちゃ綺麗。あは？色が見える。紫色？なんだこれ。あ、やいつらが。ダメだ、色はダメだ。思い出してしまう。嫌だ、怖い。思い出したくない。脳みそがグラグラする。やめてくれ。さあ、あなたを救いましょう。さあ、こっちへおいで。はあ、綺麗、神秘的な場所ですね、やっぱり。あれ、今ここにさっきまで男の子がいたはずだけど。って何これ、魔法、科学、夢。さっきの少年が急に消えたのと関係ありそうだわ。調べてみる必要がありそうね。超アクティブ。キャハッ、ババア！ババアが今、なんか仕上がったよ。口悪いな。あ、何ここ。明らかに通常とは異なる雰囲気。一瞬でも気を抜いたら魂を持っていかれそうな感じだわ。ここは、人がいてはいけない場所。危険な予感がする。それにしてもなんで私はこんなところに。あ、ここは一体。あら、さっきの見失った男の子。思い出した、こいつに落とし物を届けようとしてたんだわ。そして巻き込まれたのよね。落とし物。はい、これきっと大事なものなんでしょ。もう落としちゃダメよ。ああ、犬の写真。礼を言う。ありがとう。それにしてもかわいいワンちゃんね。家で飼ってるの？あ？犬の話はいい。それよりもこの状況をどうにかする方が先だ。なんかムカつくやつ。それでここは一体どこなのかしらね。
さっきまでの泉に、さっきまで泉のところにいたはずだけど。ババーババババーちゃん。あなたは、さっき精霊さんについて教えてくれたおばあさん？精霊？この人が？え？怖い。ユニコーンかな？これは驚いた。おばあさんが黒い馬になった。ようこそ、精霊祭の真の会場、悪夢の祭壇へ。手違いで二人となってしまいましたが、まあいいでしょう。私の名前はメア。以後お見知りおきよ。ナイトメアかな。悪夢の祭壇ですって？一体どういうこと？10年に一度精霊祭。もともとは私に、生贄を捧げることを目的とした祭りだったといえば、理解できますでしょうか。昔のお祭りでは、神に生贄を捧げることはよくある話よね。これを収めますのでどうか平和をってやつ。生贄に選ばれた人からすればたまったもんじゃないわ。ちょっと待って。もしかして、私たちが今回の生贄に選ばれたってこと？ご理解いただけたようで何よりです。ここはその生贄を捧げるための祭壇なのです。私は毎度、精霊祭で直接目で見て、生贄の品定めをしております。紫髪のあなたは第二候補でしたが、まあ来てしまったものは仕方ありませんね。二人仲良く生贄となってもらいましょう。私を食べても美味しくないわよ。私が食すのは肉体ではありません。体から湧き出る様々な感情を食すのです。特に感情の中でも、怯え、恐怖、絶望などは深みのあるいい味を出すのですよ。若くて感情が豊かそうなあなた方は、さぞ良質で豊富な感情を放出してくれるでしょう。期待してますよ。たち、余計たちが悪いわ、悪事気よ。悪夢の祭壇、黒い馬、メアという名前、お前の伝承は聞いたことがある。悪夢の運び屋ナイトメアだな。ナイトメア？悪夢を見た時に出てくるとされている馬の名前ね。おやおや、私も有名になったものですね。いかにも私は俗にナイトメアと呼ばれる精霊です。司る事象は悪夢。どんな悪夢でも自由自在に操ることができます。つまりその能力を使って生贄である僕たちに悪夢を見せようってことか。そして悪夢に反応した感情を食すと。なら好きにしろ。悪夢なら見飽きてる。お前の望む感情は残念ながら提供できないだろうがな。なんでこいつこんなにすさんでるの？あれかしら、悟り世代ってやつ？悪夢なんかより辛い現実を知っているから怖くない。とでも言いたげですね。精霊たる者、生贄の事情はよくわかってます。どんな風に痛めつけるのが一番効果的かも。なんて、夢なんて所詮まやかしだ。くだらない。それで、私たちはどんな目に遭うの？直接肉体を傷つけないと言っても、まさかここで感情がカラカラになるまで悪夢を見せつけられるわけじゃないよね。ご安心よ。私はグルメでしてね。新鮮な濃い感情の味にしか興味ないんですよ。ただぐだぐだと絞り取っても薄くて食べられたものじゃありません。希望という名のスパイスを振りかけてやれば、絶望の味がギュッと引き締まることも理解できてます。故に悪夢から抜け出せる条件をあらかじめ用意しておきましょう。これです。この誰が見ても綺麗な色の輝きを放つ宝石たち、これをそれぞれの悪夢の中に配置します。あなたたちはこれを探して見つければいい。もし無事に宝石をゲットして出口へとたどり着いたら、その悪夢から解放して差し上げます。どうです？希望が持てるでしょ？早速良質な劣等感が湧き出てますね。劣等感は私の好きな味です。それでは、今夜の舞台となる悪夢の世界を紹介しましょう。